エクソズハン&シャニエオル。今日ファーストフルアルバム1ビリオンビュースを発表。午後5時から V ライブでアルバム発売記念ライブ放送を実施。スーパージュニアヒチョル。好きな女性にすぐ告白し、さらに失敗したことがないと番組で明かして話題に。N フライング SF9、深夜コンサートヌーブコン開催。ヨジャチング、ガールフレンド、ミニアルバムカイソングオブザサイレンズのショーケース開催中。交通事故からカムバックマスト、7人組から5人組に再編成して17日にファーストミニアルバムレッドミーライズアゲインを発売。ザ・ボーイズ・ソヌー、ビーチでタバコを持っているようにまみえる写真を SNS に掲載して謝罪。公共の場所でのルールを破った行動をしてしまった。僕を信じてくれるファンの方々に本当に申し訳なく、どのように話すべきかわからないが、正直な僕の気持ちをお伝えする。俳優チャンドンゴンの妻で女優コソヨン、SNS に愛犬との写真掲載で騒動に。この書き込みに対するネットユーザーのコメントが急増。捨てられたペットの里親になって、問題の多いペットショップで飼わないで。ネットユーザーの間、買った VS 里親だで一体どちらなのかとの論争勃発。一方で買ったとは言っていないのに否定的な解釈をしすぎだとクールな反応も。